本日はアドベンチャーワールドを飛び出して神戸動物王国へとやってきました。より身近に見てもらえるっていう、実はいろんな仕組みをこうあるからですね。今オスメスでこう2頭いるんですけど、繁殖目指して頑張ってる感じ。コニコニャンニャン。ウォーターリリースというエリアで、まあ、植物スタッフが管理しているエリアなんですけど、スイレンの花が年中咲いているエリアになっています。昔ここでバードパフォーマンスここでしたよね。そうですね、昔はこの室内でしてたんですけど、はい、今はもう外のエリアになって、ね、ウィングスという形で行っています。あれめっちゃ綺麗。あ、そうですね、綺麗に咲いてます。こちら水面の花で、基本的には朝咲いて夕方しぼんで、それが3日間ぐらい続いてそれは終わり、また次の花が咲くみたいな形で、なので朝は本当に全てがこう咲くので、ここ少しそういい匂いがして、そういった空間になってます。これが皇帝アナナ。これ皇帝アナナ、パイナップル科の植物の中でも最大級に大きくなる種類で、これがもうどん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 伸びて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 、そこから出たやつがまた伸びて、でこれがもっとまっすぐなって、どれぐらいになって、で10年に一度しか咲かないと言われてて、やっとうちでは咲いて、じゃあその10年に一度のところに出会えてるってことですか。そうです、すごない。なので私も初めてこれを咲いてる。すごい。あ、映せってこと？花と僕。花と僕。いい感じ。需要ある？ないですね。はい、ということで今日のメインと言ってもいいぐらいの、あ、ついハシビロコウ、うちのメイン動物ハシビロコウのエリアになります。こちらはハシビロコウがいるビッグビルというエリアになります。おお。マジ不動やな。前回のハシビロッコは立ってるイメージがすごいあるんですけど、奥のハシビロッコは寝てるんですかね。決まったりしてますね。結構いろんな姿が。全然気づかなかったです。今の何ディスプレイ。ここにいるんですけど、僕いますよ。アピール。よかった。ざっくりこのエリアのお話をしてもらいます。はい、このエリアはハシビロコウの生息地を再現したエリアです。この湿地部分とそれに隣接する森の部分が、アフリカの中央部と東部の、ね、湿地帯に生息する鳥なんですけど、その生息地を再現しているエリアです。エリアを再現しているのと、あとは環境を再現といいますか、はい、現地だと季節が夏季と雨季に分かれているんですけど、はい、このエリアの中でもその再現を行っています。今は寒気を演出しているところで、雨季になると天井部になんか細い管がピローンって伸びてるのが分かります。あれですね、はい、あれスプリンクラーになってて、そこから水が出て雨が降ってる様子を再現してます。今寒気なのでこれは一切使ってなくて、池の水位を一番下げれるとこまで下げてる形です。水位まで下げてるんですね。浮きにするときはもう満水にしてしまって、あちらの浅瀬がほとんど水に埋まってしまうぐらいまで水は上がってしまう。はい、本当になので雰囲気が違いますね。その瞬間瞬間で、雨季の時期1日4回ぐらい雨降らすので、そのタイミングに来るともうお客様の通路でないところはずっと雨降ってるので、うん、なんかね、違う空間になってます。ハシビロコウ的には寒気と雨季で結構行動が変わったりしますか。今のところはそうですね、まだ研究の段階ですけど、一概にそれがトリガーとなって変わってるかっつったら、まだ裏付けは完全にはできてないですけど、この
の1年通して見てるとその繁殖期なのかなっていう時期はなんとなくはモード見てるとこの時期なのかなっていうのもありますし、あとは大学とも協力してフンチュホルモンの測定をしながら、そういったのを研究している段階です。じゃあもうあのピアってことですよね。ここからは完全に見えないですね。座って休んでるのがメスのマリンまだちゃんとしたペアにはなってない。ちょうどなのでうちではそのアジア初の挑戦というのにチャレンジ中なので、アジア初そうなんですよ。実はなかなか繁殖が難しくて、ベルギーのとこですか、どっかに入ってます。そうですね、アメリカとベルギーで繁殖したのみですね。ハシビロコは収容施設はここなんですかね、そのまま夜間、ここに夜間はここに見えてる、オスはスミスがあるところに入ってあります。メスはね、まだ話に入ってます。あ、そうなんですね。メスも寝室あるんですけど、そのメスの方が先に出しておいて後からオス出さないとなんか匂いの兼ね合いとか、匂いとかそういうわけではないんですけど、もともとは逆にしまして、するとメスがオスがいる方に全然行っちゃなくなっちゃうので、メスをもうずっとこの環境に慣らしておくために数日あそこに出たままにしていて、でオスがそのあまりにメスを探すっていうことがあると。めっちゃ細かいけど探してもらう方がいいですね。餌ってどうやってあげてるの？餌に関してはあの私たちから与える餌はその中に実は冷凍されたニジマスとかイワナとか川魚を入れたものをバケツの中に入れていくと食べてくるんです。それ以外は一応この中にシビロコウが食べれる魚ハマズとドジョウとテラピアも探してます。テラピアはちょっとね、逃げるのが早いので撮ってるのは見たことない。ハマズと土壌はしてるところも運が良ければご覧いただけます。あそこあれはそうですね、引いて用意はしてますけど、集めるようになって、あの辺で拾ったのを加えてあそこ飛んで、あそこに自分で集め出したんですね。お気に入りの、なんかそういった行動し始めたので、ちょっと今この時期だけ深く区切って、普段はこんなに置いてないんですけど、確かになんかこう触れそうな、こういうのなんですね。あそこが落ち着くから巣を作りたいと思ってね。今までなかった行動で、こう人で配慮してこう落ち着かなさそうな場所ではあるんですけど、ここかなと思って、お客さん的には近くて私営業なので SNS の画像とかを撮りに来たりするんですけど、ワンになったらもう動けないんですよ。なんかするかもその瞬間と思ってそういう時に限って何もしないお何ね、何かがあったんでしょうね。モスとかも結構食べるんですかね。いやー基本ないと思いますけどね。じゃあ休まず今の行動直そう、ね、飛んでたからうっさんかもしれない。はいどうぞ。本当にこのエリアなんか自由にリスが過ごしてるのですごいすごい体感してもらえればと思います。はい、すごい。ジャンプしてます。なあ、実況してくれる今。ジャンプします。はい。ということでこの家で日本リス種類のリスが。エビフライが。そこれエビフライなんですか。あ、エビフライ。エビフライ。はい。エビフライとはという話をしてもらったら。うまいよ。これ実際にここの子がかじって作ったやつ。そういう意味？食感ですね。へえ。周りだけ食べて頑張ったシーン。なるほど。上の方だけ食べるのは何かいいんですか。これなんか全部食べる硬い硬いシーンなんですか。多分ちょっとね残ったんだと思う。これ別の写真なんですけど下にやつは食い切ってるので、ただこの松ぼっくりの芯の部分だけは残るのでここは必ず残る。
こんな感じですね。あ、そうですね。ちょっと汚い食べ方です。この中にはグルメなリスがいるのかもしれない。何頭いるんですか？今17頭います。あ、よくいる場所とか案内してくれてるんですね。そうですね、一応。ね、まあ、こんだけね、話が自由にいるので、うん、れるかと思います。来た来た来た。これ今、みんな踏み入れですね。かわいいね。ふわふわですね。すごいな、なんかあんまり怖がらずに結構すぐ近くに来てくれるんですね。そうですね、基本うちのいろんなエリアがそうなんですけど、放し飼いのエリアが多いんですけど、動物しか行けないエリアがあるので、逆にそこまあうちの中でエスケープゾーンと呼んでいて、そういった場所があるからこそ逆に気にせず自由に人がいるところにも出てくるっていう感じ。なのでちょっと今日はモードじゃないなとか、人のところにっていう子がいれば違う、その場所にいると来ないので、その場所があるおかげでこんだけ自由に過ごしてるのもあるかもしれない。安心できる場所があるっていうのが、そうですね。はい、あ、食べる様子が見れる。あ、みんな来そうだ。かわいい。すごい、あの殻をすごい勢いで、あ、そうなんですよ。ほんと器用に向いて殻だけちょっと外に飛ばして、なんであんなぶっ飛ぶんやろな、殻。たまに大きなクルミとかもあげたりしてるので、そういう時は姿見えなくてもかじろうと聞こえたら、あ、いるのかなと見るとか思ったり、喧嘩してる、仲良くするんだよ。見てましたね。なんか毛が独特な感じがする。なんかちょっと長い毛、一本一本毛って言ったらいいですかね。尻尾の毛のふさふさ感というか、あ、ふさふさ、短いのがめっちゃ生えてるみたいな感じじゃなくて、長いのがなんかなってる感じ。あ、でもなんか二層構造っぽくない？あれどうなってる？ 3D みたいな。あの、あれ、北極熊みたいな、アンダーファーみたいな。あー、下と上に分かれてる。今日は餌であげてるのは、いろいろあげてるんですけど、ひまわりが一番多くて、あと、どんぐり。どんぐり。そう、どんぐりも。あげますよね。ちょうど秋のシーズン、うちの植物のスタッフが園内の道具を集めて、飼育スタッフの方でそのやっぱ汚れ取ったりとか、なんか虫に食べられてダメなやつもあって、はい、それの選別をして、いいものだけをこの人にあげたりとかして。動物とかって特にしなくて、その時は水洗いをして、水の中に浮かべるとダメなやつがこう、あ、そうなんです、中が空洞になって浮いてくるので、それは全部取り除いて、で処理をして与えたり。何してるんですか？なんかリスな感じ。なんか大学時代エゾリスでそろそろ。なるほど。専門家がいいの。専門家だ。こういう生き物が日本の自然にいるんだなっていうのがちょっと感動です。うん、ね、それすごい思う。やっぱ体感してもらうと嬉しい。自分で素材集めて、あの植物のところに勝手に巣を作ったりもしてたので。はい、その姿とか見てもらえます。でっかいのこれ。これもう巣の慣れの果てです。あ、これですね。ちょっともう今巣に、ね、あ、そうなんですよ。本当はモリ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 なってて、リスが自分たちの中で集めてきたやつをここに集めて巣を作ってた。ちょうどどんぐりができる木もこの中に植わっているので、もう来年とかになったら本当にその流れができて、ここで落ちたどんぐり食べてる姿見れるといいなと思います。おやつをあげてください。が後ろに沿ってるのが可愛い。ねえ、パーって。あれってなんかあるんですか？どうですかね。その尻尾が後ろに沿ってる理由とか、ぴったりつけてる理由とか。体を。可能性ありますよね。ぴったりつけてる。はい。それか掘り起こしてるか。このミスの地で冬眠しないので、貯蓄といって餌を埋めるので、うん、逆にそれで埋めた場所を忘れて、忘れる。いい感じで森になる。綺麗な松ぼっくりがある。餌用として餌用としてここ来てる。ちょっと失礼します。これじゃあ美味しくなかったかな。残されてる。綺麗な場所。あんまり人気なくて。あ、そうですね。結構残ってます。グルメ。いい感じに
エビフライがね、いっぱいあったら面白いんですけど意外と、ね、まあでもちょこちょこあるから見つけれたらすごい楽しい。一番好きなのって何なんですか？くるみですかね。くるみ巻いた後はもう追いかけっこみたいになって、すごいことになってます。大人気すごい。ということで、はい、やってまいりました。やってまいりました。はい、オッターサンクチュアリというコツメカワウソ生態園です。おそらく国内ではコツメカワウソだと一番大きいんじゃないかなと思ってます。あとは中で群れで飼育しているので、本当にキュートの群れがこういった景観の中で見れるのは野生本来の姿かなと思うので、ぜひ中で体感してもらえたらなと思います。はい。はい、じゃあ行っちゃいましょう。あ、すごいカワウソの匂いする。そうですね。カワウソのリアルな匂いが。全然広い景観じゃない方を見てますが。どういう？全然違う方見てた。なるほど。何偶然のさ。見る位置が。後ろパッと見たらいなかった。あれと思ったら違う方見ついていく。全然。鳥もいる。お前ね、鳥もいてるね。野鳥もいるし。いろんな植物も生えてるし。そうですね。ここが出た頃は本当に植物もいっぱい生い茂ったので、鳥が来たり、ビオトープのような形でトンボが来たりとか、虫も来るような場所になって、すごい本当にいい景観ができたなと。泣いてる本当に。ここからこの空気一緒に揺れるんですよ。そうです。だからあれか。まあ、ここで生まれた子供たちも合わせてキュートになったというか、だからその相性が元からいいと思って、グループでいましたね、全員が。その中で繁殖して、ここの天井になってから子供が生まれて、で3頭の子供を合わせてキュートになったという形で、なので本当に野生のコツメカワウソ本来のこう群れで子育てをするような姿もここで見受けれたので、まあ、一人の子が巣箱から子供をやってお世話したら、他の子も来て、俺がする、俺がするってなったりとか、なんかみんなでやってる感じの姿が見れたので、なるほどね。期待できそうですか？発情中なんですかね、そしたら。そう、なんかあんまりこういうのを 今まで見たことがなかったんで、あ、そっか、群れで生きてるんやっていう改めてこうちゃんと気づける。本当に夏になると緑が本当に白い色を入れるので、うん、なんか緑の中に入れて、なんか動いてるなと思ったら群れが緑の中から頭で。その逃走とかってそういうのは起きないんですかね？ちょこちょこはちっちゃな小競り合いみたいなのはたまにやってますけど、基本は平和にすごい登ってんの、ね、めっちゃ登ってますよねすごっ、やめて、あーほんまに遅くなってますいえー、待って、性格が出ますよねこうやって来ること、自由に泳ぎ回ってること、おー、はい、切りたこれがこれだ、これ100ブルド、うん、これはすごい、あ、そうですね、9頭で800、これとバカサギが、あとクリームデリーか、あー、人参も、人参
1頭1かけぐらい、みんなで 200g。 なんか人参あげる理由って何ですか？私もなんです。実は違うかった。ご飯の話してたのに実はメイン同士じゃなかった。そんなパターンある、ね、そうですね、そういうことですね。興味があるし、そうですね、一緒してるっていうのは。なるほどな。いや、もうお金はアジ。そうですね、うちアジで思考性が悪いと言いますか、なんかいまいち食いがとか、その増量したいって時にシシャモあげたりして。シシャモの方がみんな好きなんです。そうですね、言ってる感じ。じゃあ一生続きますので、はい、次行きましょうかね。小さい方が花子のお母さんと子供で、花子は違う子がお母さん。花子も西日本ではうちだけです。そうでした。西日本ではうちだけが多いこと。すごい。ジャングルの中空気になります。自然の中にいるの、いつどこに動物がいるか分からないので、探しながら歩いてみてください。うちの子が、かわいい。近っ。超動いてる。なんか一番人懐っこい子で、全部で40羽くらいいるんですよ。そこだけがこんなに人にも慣れてるというか。全然点でバラバラにいる時もあります。僕は兄弟でした。そうですね、みんな兄弟です。